うん、だから僕は1日今3組しかやらない、11時と13時と15時、うん、それで10分2000円だから、まあ、大体70分っていう人が多いから、まあ、1万4000円でしょ。1万4000円かける3だから、4万2000円かね。そこはもう4万2000円でいいのよ。だって別にそこで頑張らなくていいから、いっぱいツールがあるから入ってくるそう。だから本当に楽な金額でできる。だからそういう意味ではね、今度3人の会ってイベントがすごい活発になっちゃったから、まあ、それも結構ね入ってくるし、でもなんかね稼ぐところしかお金が存在しないっていう意識はなくなる。だから橋を架けてもらう。だからロト6は買ってます、ロト7も買ってます、ビンゴ5も買ってます。ただなんかね、あのね年末ジャンプとか買う気にならないんだよなんか。うん、でとにかくそうやってやってると、例えばセッションなんかだとね、こっちの請求する金額は10分2000円だ、じゃあ1万7000円ねって言うと、あのこれでいいですって2万円置いてったり、あとはあの月をちょっとだけ払ってもよろしいですかって、あ何ですか、いやボーナス入ったんですって10万円置いたり、要はそういう気になっちゃうんだろうね、うん、だからお金がこっちに来るためにその持ち主の意識を動かすんだろうね、うん、でそういう場合って実はさっき言った白黒っていう状態ね、これ洗脳って言うんだけど、白黒の人たち何するかって言ったね、こうやってね、あなたはこういうことをどう思いますかって言って自分の思ってる白にどんどん導くのよ、洗脳。コーチングなんて結構このタイプ多いのよ、うん、どんどん自分の白に導く。ある意味常連さんを作るっていうのかな、依存症の常連さんを作る占い師はこれやるわけ。自分が白と思ってることを言うと、うん、最近いいね、黒って言うと、はあ、いいとこまで来たのにな、何かな、ちょっと待ってね、先祖だとかって言うわけでまんまと乗ってっちゃうのよ。なんで乗ってっちゃうかっていうと、その白黒で揺れてる人よりもその占い師さんは白が強いから。いい、白黒で揺れてる人って白の輝きに弱いのよ。でもさっき言ったよね、白の輝きはすごい深い黒を作るんだよ。だから業を作る。だからこういう人ってどんどんお金は貯めるかもしれないけど、お金と一緒に業を貯めるから、ある意味マッチーの言い方だったら業という情報を貯めるから、その情報によって人生がおかしくなる。で私はこんなに神の手足となって働いたのにとかね、うん、何言ってんだよ言うんだよ本当に本当言うんだよ、もうそういうの本当多いの。なんかあもう体が大丈夫大丈夫心配しないで地球が泣いてるなとか言ってさそうですかみたいなねね、本当なんかさ一人劇場だよ、うん、だから新宿三丁目の劇場に立つんだったらいいんだよそれ。来ました来ましたね。でもさ白黒で揺れてる人ってこの人がすごい白の輝き出してると、すなわち未来を当てたり過去性をパッと言い当てたりね、だいたい占いとかさ、その相談しに来たりしてね、だいたい一言目これね、あはいはじめまして、ちょっといいですか、頑張ったね頑張ったなすごいな、耐えたね、あでもあんた笑顔素敵だってこんな感じでこんな感じでやってくわけそうするとへーみたいに入ってっちゃう、うん、でこれね取っといた方がいいのがあるんだよねって、取れるんだけどちょっと私も、うん、なんていうのかな、ちょっとオーバーな言い方するけどね、命使うのよ、だからちょっとね別枠になっちゃうんだけどさみたいにして、うん、まあ命はねみんな使ってんの、生きてるんだからみんな使ってんので、誰かの何かやったから命が減るっていうことはねないの、絶対ないの。
だから大体ね、白の輝きに行った能力者っていうのはね、命の対価って言ってもね、命が減ってしまうものだと、誰かのためにこうやると減ってしまうものだって改革で値段をつけるから高くなる。でそれに洗脳されちゃってる人は、いや100万円って命100万円で買えるとかって言うわけ、うん、100万円出しても買わなくていいよあるからってそんな風になる、うん、だけど実際に何かっていうと、セッションする時間ってその人のために自分の人生その人にあげるみたいなもんね。だから確かに命は使う、減らないけどその人のために時間を使うわけだから時給換算にする。だから私は自分という命の時給を5万円と思ってます。で5万円でセッションやってる人は多分透明な人、問題ない。ただそれを私は1分の1時間の時間100万円と思ってますって命、それは全然大きな。だから関野彩子さんになって120万円だからね、個人セッションでも、あの人は私の命の値段だからってやってる、問題ない。だけど問題なのは、白の輝きの人たちは付加価値をつけてる、やることに対して。自分の1時間という命の値段の付け方じゃなくて、いやー深かったなーとか、うん、ギリギリだった私もって、そういう付加価値をつけてる。だから新しい技術が開発されると上げてくるのよ値段。でも透明ってところや無に行った人たちっていうのは、使う時間に対価を発生させるだけだから、うん、だからどんなに深いところに行こうと浅いところに行こうと、そこに差はないの、付加価値の差はないの。だから料金、そういう意味ではそういう上げ方はしないの。なんとかコースみたいにはあんまり上げない、うん、単純に最初は10分2000円っていうね、付加価値でやってたんだけど、ちょっとそれがしっくりこなくなったから10分3000円、これはあり。でも私すごいところまでつながるようになったからって対価をつけちゃうと業がたまると思って、そうすると、うまくいってても白になればなるほどうまくいくわけ。でも白になればなるほど黒が深くなるから一気に来るんだよ。だからね、あんた死ぬよってやってたおばさんいるじゃない、今神楽坂こうやって歩いて、こうやって今こうやって歩いて止まんないの、ブレーキ地震ですかみたいになっちゃう。でも画面映れないんだよ映れない、うん、そうなっちゃう、うん、だからさっきマッチが、負担がかかる子3つって言ったけど、僕はそこ4つって言ってて、精神でしょ、肉体でしょ、お金でしょ、コミュニケーション。だからこれのどれかに真っ黒が、要するにシロアリがたかるようにして、表面的に分かんない、でもだん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 出てくる。そうするとだいたいそのもうなりきり劇場になっちゃってるからね、その人は。だからまあこうガンとかこういうのだってこんなんていいの、私が背負ってるからとか、いや あんたが背負えるのはあんただけだよって、他のことなんか背負えんよっていうおかしな現象になる。だから外側に救世主がいる、外側の力で自分がの業が取れるないのよ。ある意味外側の力が、トリガー、きっかけになって自分の内側が透明に変化して、無に変化して引用が外れると、白黒ね、さっきの衝突がある。だからトリガーとしての存在っていうのをちゃんと明確に知ってるの、ちゃんとやってる人。でも業の中にいて宇宙だなんだってやっちゃってる人は、私の力で何とかするからねって言っちゃう。でも白黒でこうなっちゃってる時は、誰の手でもつかめたくなんじゃない、洗濯機の中でこうなったらさ、誰でもいいからスイッチ止めてくれって思うだろうわーってなったら。でも流れるプールでこうしてたら、うん、あなたの手は借りなくていいって、あっちのかっこいい何監視員さんの方に助けてもらうからとかって言えんじゃん、こう言うわね、言われたら。でもこうなってたら俺誰でもいいからスイッ
止めてくださいってなるじゃん、ね、だからまずこれを自分で止めないとね、宝都民を止めないと何にも変わんないんだよいい、まあ、さっき言ったようにあまたしろって言っちゃった、あまた運がいいことしろって言っちゃった、運が悪いこと黒って言っちゃった、人に何か言われたこと否定されたこと黒って言っちゃった、ここに気づくだけでさっきの点線、要するにぐるぐる回る動力が弱くなるから、これすごい大事なで、これは知識じゃないから反応だから、あ青この状態にしないといけない、あ白、はあ、透明で入れ替えるだけ、あ黒透明、最近どうなってんのあなたって言われた、私最近ね白黒やめたの、透明、透明ってわかる、え何どこな何なの透明って、洋画の先洋画の先ってね、エビのサービスエリアとかなんで談合坂じゃないのって言ったら、そいつはすごいやつだよ逆にすごいやつだよまあ僕が本当に最初に基礎として伝えたいのか、でもこの基礎がほぼあなたの人生を変えてしまうのよ、あなたを本当に衝突のない世界に連れてってくれる、そっからしか個性って分かんないから、衝突のあるうちに個性なんか分かんないから、だから衝突があるうちに私は過去世で何だったんでしょうってバッタですねとかあでもねそれであるの、並木さんが言ったけどレムリエだからアトランティスが滅ぶ時ってあのそれも滅んじゃった人と生き残った人たちっていうのは瞬時にそのねシェイプシフターズとかって言って、その環境にあの馴染むことができる生き物に変わったっていうの、だから並木さんはピンクのイルカだっつったの、ピンクのイルカなんてもう地方の方のラブホテルかってね、僕はエイだったの、エイどうやってエイに変身したかは知ってる、そうです、やっぱり君はね通じてるよね、通じてる、本当通じてる君は本当ね、こういう風になるのね、うん、そうだから本当にね、まず自分の中にある衝突が消えない限りあの自分も幸せになれないし人の役にも立てないから、で人の役に立つっていうのはきっかけになってあげるってこと、その人が衝突の世界から抜け出すきっかけになってあげるってこと、これはまず自分自身が解放されてなかったら、衝突引用白黒から解放されてなかったら絶対に起こせないのよ、だからヒーラーだって休息が必要です、ああ白黒って霊能力者だって悩むことはあります、あ白黒って悩めない、だってハッピーが溢れてるんだよ、透明だったら無に行ったら、これ無をゼロポイントフィールドって言うんですね、そうですね、うん、でその先もあるらしい、その先は何があるって言ったらね、こういうポーズを取られて、ちょっとみんなやってみて、ちょっと立って足も開く、これ立ってちょっとやってみて、あ時間ないよ、ね、こういうポーズ、これだってで、これだって言われてないからねでもね、体を動かすって大事なの、大事なの体を動かすっていい肩折ってたら白黒なのよ、目疲れたら白黒なのね、朝の4時半ぐらいにおにぎり水とナメコの味噌汁飲んで、あ苦しいって、これ白黒なのそれはあの夕べじゃない、今朝の僕だ朝食だからいいかって食ったらダメだったね起きたままの朝食だったからまあそんな感じね、あなんかこう質問とかある、マッチーの話でもいいし何でもいいのよ、はい、おみくじに吉とか凶とか、うん、大吉大凶ってありますけど、それも白黒、要は吉を喜び凶を悲しんだら白黒だけど、ここちょっと複雑なんだけど、吉を喜ぶことも透明なら凶を悲しむことも透明だったら大丈夫なの、でも多くの場合は喜びを白、
悲しみを黒ってしちゃってる。運がいいことを白、運が悪いことを黒ってしちゃってるから、それで単純に喜んじゃうと白黒をせられる。で、逆にもっと悪い例は、今日が出た時に、うん、学び学び、ポジティブポジティブ、これ最悪だから、これやると深いの作るから。だからちゃんと今日引いた時は、なんだよこの野郎って、そこの神社の神様、なんだ今日って、あ、今日かみたいにして、へへーっつって帰ってくれ今日は今日かみたいにして、鈴木今日かなんてハッピーしか生まれないんだよ。じゃあ何引いたって円満解決なわけ。だからおみくじの方が引かないよね、基本引かない、うん、でね、風邪も引かない。引いたとしても円満解決だから、だから病気しようがないし、あのはっきり言うけど、白黒から抜け出したらネガティブが分からなくなる、悩むが分からなくなる、常にハッピーだから。で、無なんか言っちゃうとゼロポイントフィールでしょ。で、俺は今なんでね、無はね、自我と共存できないと思ってた。できるのよ。だ、鏡張りの部屋が楽しい位置はそこに入れるんだ。ハッピーハッピーってハッピーハッピーって、うん、だけどなんかここ息苦しいなってなった時、ザチャンス、ゼロポイントフィールド、ここはねシーンとしてるわけだから、本当にはしゃぎ放題、見ればわかるでしょ。ね、吉本さんいつ落ち込むんですか。ないです。もうないんです。ないんです。だから、だマッチーが言った全部プラスになっちゃうっていう。うん、それがハッピー。僕ネタ透明。で、プラスもなくなっちゃう。ゼロポイントフィールド。で、無と自我は共存できます。そういう時代が来たのかな。前もできなかったんですよ。根本そうなのね。でもなんかね、すごい俺の知り合いなんかの3人の会のグループなんかで話すとね、洗脳っていう白黒を解かないようにするなんか圧力がかかったらしい、意識、2012年までは。それが周期ってやつで、だから2012年までは努力根性忍耐ね、強い思い、白黒はっきりつけて進もうよ、これが成功する時代だったの。そういう圧力がかかってたから。でも圧力解かれちゃったから、今それやってる人うまくいかないはず。あの知り合いにチードーツーくんっていうのがいるんだけど、この子が飛行機かなんか待ってる時にね、あそこ前の社長がもうね、喧嘩してんのかってぐらい怒鳴ってったって。だから多分白黒はっきりつけてやってきた人がそれがうまくいかないから年中イライラしてるわけ。すごい声で怒鳴ってたって。で、社員はもううんざりしてたって。でもテレビに出たらこうやってね、めぐるいっちょとかやってんじゃん。パクロいっちょお前、お前のイライラはどうにかしろって。本当。そういう風にほら、で裏に隠してたものが出ちゃうのよ。でも透明とか全部プラスになったらもう裏ないじゃん。隠しようがないわけ。隠したいのは君への思いとか、そんなぐらいになっちゃう。ね、ダメだよプラスじゃ。わかった。そんな分かった。だからね、神社に行っておみくじ引いたら引いていいの、はい、で今日運が良かったも言っていいわけ。でも透明っていうことを忘れずに、運が良かった、運が悪かったって、うん、わあ呪いたい、頭痛と下痢なっちまえ永遠を楽しいでしょ。本当に憎いやつがさ、ずっと気に苦しんでるってさ、出かけたいのに出かけられないみたいなさ、でもしょうがないから大人用パンパンス履いて出かけやった、あの野郎まで想像してごらんねえ、香水プンプン巻いちゃって、今日はちょっと何さ、香水強いですね、えごめんなさいみたいにこんな風にやるよって楽しいでしょ。あ、そう、紙ね、紙書いたけど、これね、心理テスト。今あなたが、あーもう最高だなと思う道を歩いています。最高だなと思う道を歩いています。その道をその紙に書いてください、はい、最高の私は道を歩いています。今線を書けなかった人、
線を描けなかった人、正解この描いた線が制限です。だからこういう心理テストされた時は何も書かないで入って出せばいい。え、何も書いてませんって。だって全てが道だからって。おお、なんだろうあの人って。で名刺渡せばね、個人セッションやってれば入ってくるよ。でもね、この線が非常に複雑だったりしたらやっぱりかなり迷ってる、紆余曲折してるから白黒いっぱいつける。でもシンプルだったら、あ、結構シンプルなんだ、でももうこの線いらないよね、だから裏返してきて紙を裏返してこれが私の道です、インプットし直す、全てです、全てが私の道です、その道は透明につながり、そしてそのままゼロポイントフィールドにつながっていきます。もう線を描く必要がありません、どこでも行きますって言って、どこでも行きますって歩いてね、あの警察官にちょ、そこは渡っちゃダメだよとかってね言われちゃうんだけど、現実的にはでもそういうこと、ね、つい僕らは長い習慣で道っていうと枠を作っちゃうと、でその枠を行くことがまっすぐ行くことだって言ってどんどん白黒の世界に浮かぶんでしょう。いらない、全部が道。ほら、あとね、もう少し時間あるけど質問ある人。もう今日すごい大事な、うん、で本当にね、あのもし気が向いたらね、あの1日3枠しか取ってないんだけども、あのオーバーポッピングっていうのを施術を受けると非常に、あ、本当だ、もう白黒やめると全然楽だって、枠なくなるわって、透明ですねみたいな人、うん、そうすると透明が見えてきたらそのあと無が待ってるんですね、もうワクワクが止まらないぞって、うん、いう状態になるから、まあ、よかったらね10分2000円のやつを受けに来てくれればさらにこう明確に本当になりやすくなるなって今、うん、言えるな。前のセッションは本当にこうあやふやだったのすごく思う、うん、だからあれでも俺もう28年目なのかな、開業して、まあ、やってこれたからさ、まあラッキーって思うけどね。はいはい、何かありますか。はい、ゲリと熱でもいいし、うんうん、はい、ハゲロでもいいですか。いいです、いいです、もうね、よろ、もうね、笑っちゃうのがいいわけ。あいつがこれで苦しんでたらって、なんかケツにでかいイボができちゃって座るときにこうやって座ってるわとか、もう楽しくなるのがいいわけ。なんか人をこうね、嫌なやつなんだよそいつは。いい、あの本当に嫌なやつなんだよ。その嫌なやつをあのいい人ほどね許さなきゃいけないって、許せない自分がダメだ苦労だって、ここにはまっちゃうのよね、そうすると変な先生のとこ行っちゃうとね、許すのです。なぜ許せないか、それはあなたの中に問題がありますねとかさ、カウンセリングなんかでもね、お前に問題なんだよって話なんだよ。本当に透明や無になっちゃうと、もうね、許さなくていいんだよって、で許せない自分が黒って思っちゃダメだよって、許せない自分も透明なら許せた自分も透明で変わんないんだよって、でもさ正直になってみようよって、そいつがね、その嫌なやつが一日下痢で苦しんでるってのを相談してみ、想像してみてって、プッて笑うんだよみんな、ここにイボができちゃってさ座れないでこんな風に仕事してんの、想像してみてって 笑えるでしょ、それがあなたの本当に望んでることなんだよ。いうか本当に望んでるってことは無になるってこと、透明になるとどうでもよくなっちゃうってこと、それこそがブロックを外すってことだ。それをなんかこうさ、これ深いな、深いな、参ったな、大変だけど大丈夫、ちゃんとやるからね、いいだよ、深いなって、何言ってんのこの野郎って、本当に。いい、自分でしか外せないので、目の前に現れた人はきっかけになるだけよ、きっかけだってさ、多分ここに鼻くそついてると思って
鏡見なかったら分かんねえだろ鼻くそならまた余分こと言うんだろでも鏡見なきゃ分かんねえだろ、きっかけとか鏡に合ってくれるってことだよ分かる、ね、歯の隙間にさなんか詰まったら自分で分かるけどさ、ここにうんこついてたって分かんねえだろ、うんこついてるのにさ爽やかな笑顔と思ってやっちゃったら大変だろだからちゃんとうんこついてるよって分かる人がいないとさ、そうはないからセラピストとかね、相談受けるカウンセラーとかって要は鏡きっかけ、ほらうんこついてんだろって取ろうよってその程度だってね、うん、まあそんな感じあとはなんかある、はい、いいですよ、もう何度でもいいですよ、はい、旅行風水とか、はい、九星気学で、はい、自分に足りないエネルギーだとか、はい、望みを叶えるために、はいはい、相性のいいエネルギーの場所へ、はい、移動するっていう、はい、そういうやり方があるんですね、引っ越しをしたりとか、それってもしかしたら自分の中に白黒意識があるから、はい、わざわざ行動して、はい、基地を取りに行こうとか、はい、そういう気持ちになるっていうことですね。そうです。その状態では移動すればするたびに業が止まります。でもあ、なんかここ住みにくいな、あ、白黒つけるのまずやめて透明になって住みにくいなって言おうって、うん、そうすると自然といい物件の話が入ってきたりとか、自分でなんか必死になって探し出すってことはありえないです。透明になったらもうポンと入ってきますだからもしあの、ね、何どんなものも全てなくした方がいいなってものはないわけだから、風水だってあった方がいいし、相性診断あってもいいし、過去性リーディングあってもいい、何があっても、ただそれを白黒の状態でやるとやばいよって言ったけど、透明になってそれを提供してごらん、すごい感謝される、やっと本物に会えたって言われる、うん、で本物って何なんですかね先生って言ったら、透明かなって、白だ黒だって分けないことかなって、私はそれが分かったよ、え、なんで分かったんですかって、3人の会の吉野さんって人がいてねとやってくれるね、いいわけよ、だからある意味僕は常にそうやってこう橋をかけてるわけ、だから何が渡ってくる橋か、お金ですお金がまず渡ってこないと何もできないですから、この3人ですから、だから自利品で宇宙とつながってるって言われてもさ、説得力ないじゃない、うん、だけど会う人会う人の顔に笑顔をね作れちゃうキャバクラの女性の方がずっと成人よね、うん、なんか会う人会う人の火を消してまぐってるなんか偉い学者さんとかいっぱいいるけどさいや確かに消して、なぜ消すか分かりますか、私はそれでもつけてくるあなたが本物なんですよって、どんどん白黒劇場入れてくわけだよ、そんな厳しいものじゃないってことはお釈迦さんが教えてくれたじゃない、厳しい修行やってても全然悟れなかった、でもある日父がゆを食べたと、あれ父がゆじゃないんだよ、父吸ったの父吸ったことを父がゆになってるの、思わず父にしゃぶりついちゃったの、これをみんな あの本当の話だからどっかで話すといいよ、そうするとそんで誰聞いたんだっていう話になって、これは嘘ですでもありえるかもしれないよね、わかんない、だって書けないじゃん父吸って悟ったなんてそれはねえ、ゴータマシッタルッタさんはいや厳しい修行もうやめた方がいいんじゃないかと、菩提樹の下で座ってたら美しい女性が全裸でやってきて、ふっと目の前に来た時思わず吸い付いたと、その人はその子供がいるらしくて母乳が出て、その母乳の味に私は我に返ったと、原点に返れたんだって、意気揚々と喋ったって書けないでしょ父が言うんだったのよ、あれ本当はこっちだと、僕のガイドはそっちだっつってでもあんま喋っちゃダメよこの辺の話は大変なことになるからであ、お時間そろそろ来ますよ、最後の質問何かありますか、マッチにも何か聞きたいことございますか、まあ、時間がある人はねこの後ちょっとバン食べに行ったりするけど、そしたらあの一緒に行きましょう、はい、でこの少人数制のやつっていうのもやっと僕もあのフィットした感じでできるようになってきたから、ちょっと数増やします、で少人数だからこそバイブレーション伝わるし、それで払う金額安くするんじゃない、
2時間で6000円で済むわけだからね。うち2時間個人接種を受けたら2万4000円だから、超ラッキーでしょ僕もラッキーだ。個人セッションだと1時間2時間やって2万4000円しかならない。でもこれやってね、15人ぐらい集まればさ、5、6の30で9万円じゃない。わら、ラッキーみたいな、お互いウィンウィンみたいな、ウィンウィンで今夜もウィンウィンみたいな。ごめんなさいごめんなさい、動画撮ってなくて本当によかった。まあそんな感じで、ね、今日はありがとうございます。じゃあこれチケットもらってくださいね、もしよかったら。はい、じゃあ町田君拍手。はい、国民も拍手。あのね、Facebook とかに出しますからね、よかったら少人数制の方を来てください。あの大イベントはね、すぐ売れちゃうのよ、今すぐ埋まっちゃうの。